ポム・クレメンティエフは、カナダ・ケベック州生まれのフランス人女優である。パリの演劇学校クール・フローランで学び、2009年のルップ、2011年のスリープレスナイト、2015年のハッカーズ・ゲームなどの映画に出演した。マーベル・シネマティック・ユニバースでは、2017年のガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、リミックス以来マンティス役を演じており、2018年のアベンジャーズ、 インフィニティ・ウォー2019年のアベンジャーズ・エンドゲームなどに出演している。クレメン・テ TF はケベック州ケベックシティで韓国人の母親とフランス政府の領事として働くフランスロシア人の父親の間に生まれた。ケベック生まれだがカナダとの二重国籍ではなく彼女が保持しているのはフランス国籍のみである。彼女のポムという名前は韓国語で春。 トラを表す単語と同じ発音であることに由来している。クレメンティエフがカナダに住んでいたのは1年余りで、その後家族は父親の仕事に伴ってあちこち転居して過ごした。後にフランスで定住するまで京都で2年、コートジボワールで1年生活した経験があるという。クレメンティエフの父親は彼女が5歳の時にガンで亡くなり、母親も統合失調症を患っていて、 子供たちを養育できなかったことから、彼女は父方のおじ夫婦に育てられた。第二の父のようと語るおじが亡くなったのは、クレメンティエフの18歳の誕生日だったが、その7年後に兄が自殺したのも、くしくも彼女の25歳の誕生日であった。彼女はおじの死後短期間だけ、ロースクールに通ったものの、おばに情報して進学した一方で、 キャリアパスには魅力を感じることができなかった。フランスでは、ウェイトレスやセールスマンとしても働いていた。彼女は19歳で、パリの演劇学校クールフローラに入学した。数ヶ月学んだ後、彼女は、シアターコンペティションで優勝し、商品として2年間にわたり、学校のトップ教員による無料クラスを受講できるようになった。2018年のブリュッセルコミコーにて クレメンティエフにとって初めての演技の仕事となったのは2007年にフランスで制作されたインデペンデント映画アプレリュイでカトリーヌ・ドヌーブ演じる主人公の幼女役を演じた。出演シーンの撮影は3日間で終了した。あるシーンの撮影中、クレメンティエフは別人を階段から突き落とすはずが誤って自分が転げ落ちてしまい。 監督のガエル・モレルはこのシーンをそのまま完成版に収録することにした。初めて主役を演じたのは2009年のフランス映画ルップでシベリアの山中でトナーカイを飼育する部族を主題とした作品だった。撮影中クレメンティーフはキャンプに泊まることになったが、最寄りの村から数時間かかる上、気温は氷点下にもなるような環境だった。この間彼女はこの地に住む。 遊牧民と親しくなったほか、実際の狼と共に撮影し、トナカイに乗り、馬に乗って、湖を泳いだという。彼女のハリウッドデビューは2013年に、スパイク・リーが制作した、オールド・ボーイで、この作品は、漫画、ルーズ・戦記、オールド・ボーイを原作とし、韓国で2003年に制作された、同名映画のリメイク作品である。彼女は、シャールト・コプリー演じる、 敵対者のボディーガード、変僕を演じた。元映画のファンでもあったクレメンティエフは、プロデューサーのロイリーからリメイクの噂を聞きつけると、この役がマーシャルアーツに長けていることを知って、ボクシングのレッスンに取り組んだ。彼女がオーディションでボクシングの腕前を見せると、ロイリーは彼女に対し、帰宅して映画中の役柄のように女性的な服装と化粧をしてくるよう求めたという。 作中衣装のいくつかは、彼女の私物であるほか、ジョシュ・ブローリントンの戦闘シーンに備えて、2ヶ月にわたり1日3時間のトレーニングを積んだ。クレメンティエフの役名は韓国語で、幸福を意味する、変僕になったが、これはリーから彼女へふさわしい名前を探してきてほしいと、頼まれての結果である。クレメンティ F は、オールドボーイ撮影後に、ロサンゼルスへ移住し、ハリウッドでのオーディションに、 積極参加するようになる。映画の後もテコンドーを続け、2014年夏には紫隊を獲得した。次に獲得したのは2015年の映画、ハッカーズ・ゲームで、この作品で演じたハッカー役を、クレメンティエフ自身は、ミルニアム1ドラゴンタトゥーの女に登場する、リソベット・サランデルになぞらえている。彼女はこの映画でもボクシングの腕前を披露することになったが、 映画が低予算であったため、自分で化粧をしたり、死物の衣装を使ったりするはめになった。役柄のために髪を紫色に染めるのは、彼女のアイデアで、監督たちは当初これに反対したが、最終的には黙認した。彼女は2017年の、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、リミックスで、マンティス役として、マーベル・シネマティック・ユニバースに初登場し、2018年の、アベンジャーズ、 インフィニティウォー、2019年のアベンジャーズエンドゲームで同役を再演している。ありがとうございます。